皆さんおはようございます。2024年9月8日日曜日ですけれども、昨日の夕方からギャラリー UG という天王洲にあるギャラリーで25周年記念があったのでそこのパーティーに呼ばれて、えー、行ってきました。えー、なかなか楽しい、えー、スタッフ、メンバー、本当に感謝しています。では今日もあの斜め読みしていこうと思いますので、ぜひ、えー、お付き合いいただければと思います。 アサヒカワランチスイーツタイムにもおすすめ2000。アサヒカワのランチスイ,スイーツタイム。アサタンというアサヒカワのメディアがあるんですね。ソファーベッドおすすめ6000。アマゾンランキングトッ,プトップ10ですね。それからヤーレンズ。 おすすめの娯楽と何でも数が大事という話。ヤーレンズ、お笑いライブの人たちみたいですね。おすすめのシャンプーも紹介。さすがの美容男子。美容男子っていうんだ。次、え情報、ないですね。イベント。日本ハムファイターズとか、函館イベント情報局というふうになってますね。えおはようございます。 お祭りプリプリを超えた伊勢エビパリパリ館で新宿でお祭りがスタート町の平場で広場で生ビール祭り専用カップ購入で生ビールを1杯100円で心ゆくまでビールね飲めるといいですよねラグビー日本代表対アメリカのテレビ放送ネット配信予定 サッカー日本代表 VS バーレーン代表テレビ放送。何をやってらっしゃるかあれですけどちょっと説明が難しいですけども、朝ちょっとこういう情報番組みたいなのをやってます。展覧会は、展覧会はまあ特にいいか。やっぱねあれ岡、岡山岡山。NHK ニュースがありますね。えっと、映画。フリックスかける映画シティハンター映画館で、 2週間限定上映映画「ヒロアカ」「最後の入場者プレゼント」「書き下ろしビジュアルボード」今やってんですかねヒーローアカデミアの映画が。えー、もうすぐ大改造される日本の名建築武蔵野公会堂というのがあるみたいですね。 世界で活躍する日本人建築ユニットサーナを知っていますか建築界のノーベル賞も受賞する2人 Yahoo! ニュース上がってますねそれから他には今週末と書いてあるので今週末必見のイベントまとめカ、えーサブルータスさんの記事がありますかちょっと見ておきましょうかねなんかロックフェスみたいなのが ねあの情報をちょっとチェックしたいなというふうにちょっと思ってますけれども他には9月は健康増進普及月間です姫路市のニュースが上にある健康というニューあのキーワードでいやそうですけどあと「フォーブス・ジャパン」「医療での注目度上昇」「スピリチュアリティ」「信仰と心身の健康」「関連性」面白そうかなまあ どううだろうなまあいいか。えー、ミュージック日本工学院ミュージックカレッジ出演決定日本工学院これ蒲田にある学校かな。ソニーミュージック11月4日誰かが出るのかなええー、っと稲垣吾郎草薙剛香取慎吾3人での音楽番組 WithMusic2 時間スペシャルで。 オリコンニュース14日,14日放送の日本テレ音楽番組 WithMusic で出るみたいですね次はうんもうすぐ開幕アートフェアアジア福岡2024年開催野原単独ツアー2024年開催かけてのの野原 あのギターとあのボーカルの人かなそう,うえ広告美術コンクール展示会サンセットビーチで開幕。え YouTube か。YouTube か。YouTube のニュースはちょっと飛ばしますけど。行ってきた。えー、筒井喫茶田んぼライブ前日に名古屋で喫茶店に行ってみた。何でしょうね。筒井喫茶店田んぼ。最近 YouTube のニュースも結構上がってくるようになったんですけどね。えっと、ファッションは。 えー、今週のファッションチェックゆうちゃみが、えー、大人っぽく山本瑞希、えーえー、米倉涼子は、えー、ミニスカ、えー、はいどうも、えー、古典的なファッションで圧巻スタイルマイナビ TGC2024 年 AW マイナビ埼玉スーパーアリーアンで開催されたマイ,マイナビ東京ガールズガールズコレクション そうですかね、ファッションウィーク東京が閉幕とですねお出かけ熊本ママフェス熊本ママフェスやってるみたいですねそれからお天気キャスター解説9月7日土曜日の天気何でしょう、はい、今日は9月8日ですからね秋のお出かけに使いたいソルダーバッグ4選イル,イ,ルイルビゾンデや ミ,ミレストメッセンジャーいやなんかやっぱり僕はあのフライターク使ってるんですけどフライタークのカバン別の人が持っててああれもなかなかリュックサックもいいななんてちょっと思っちゃいましたけどね、はい、では続いて昨日の夕方から届いてるニュースをちょっとねピックアップしていこうかなと思います、えー、アーティゾン美術館が2025年の展覧会スケジュールを公開と メカニックデザイナーファッションプレス山根公敏の展覧会が島根県立石、えー、見美術館でガンダムのデザイナーなんだねそれから映画のニュースはうーん初の長編ドキュメンタリー映画「オアシス・スーパーソニック渋谷ヒューマックス・シネマ」にて9月9日から オアシスの映画最近ミュージシャンの映画多くないですか僕本当好きなんで見たいです。ボヘミアン・ラブストリーとか、イエスタデーとか。リリベルリッレベルリッチ。元海兵隊が田舎の腐敗に立ち向かう。こんなえ映画もあるみたいですね。ネットフリックス。次はうん、ポッドキャストなんかあるかなやっぱ朝日新聞デジタルがほぼで、 町田徹の深掘り、ラジオ日経みたいなもんですね。格言今週の格言ペ,ペースが速くなりやすいハンディ線は後方的、後,後方待機組が、いや、競馬か、競馬、競馬競馬か、じゃないですかね。格言高齢者が急に、 明定になった時は感染症を考えることの賛否は何でしょう次え、音楽。ニュース全シングルアルバムが一挙サブスク解禁。ニュース、ニュースですよね。米津玄師が語る音楽とファッション、つなぎしか来ていませんえ次いきます。えー、っとえ、ファッションはデザイナーの狂気、ランエを拡張、東京ファッションウィーク、アッピー、えー、東京。 アサヒ新聞伝説ですね。希代のファッションデザイナー、ジョン・ガリアードの栄光と転落、復活、魂が喜ぶ、JB プレス。ドキュメンタリー、これ出るのジョン・ガリアードのもう出た出てるんだけど、昔のやつかな。えー、以上、今日、斜め読みしてきたのは、ちょっと気になったニュースだけ深掘りしていこうかなと思います。では、今週のデザイン等の、あれはですね、 イベントがですねありまして「えー、棚網圭一記憶の冒険東京新美術館」ですけどこれ行ってきましたね僕もさすがにとても楽しかったですけど「ドラえもんかけるアンリア・レイジ」「ケーススタディポップアップショップ高島屋」それから「京都美しい旬画」「北斎歌麿交換の共演、えー」今やってるんですね11月24日まで京都でやってみたいですね細見美術館。 え、エリザベス・ペイトンやってるんですかデイスター,、えー、白露というのが、京都、善宗寺の、えっ、ー、と、東東両足院っていうんですかえー、これは珍しいですね。えグッチ日本上陸60周年記念。これ、グッチ新宿、あの銀座かなでやってるんですね。バンブー。 それから、なんか面白そうなのは、これがアートデザインまとめ。次いきます。秋のお出かけに使いたいショルダーバッグ4000、イルビゾンデ、ミレストメッセンジャーバッグなど、買ってよかったアイテム紹介、ネトラボ。イルビゾンデね、やっぱちょっと最近言われてますよね。買おうかな。あの、お財布探してんですよね。それから、 ランダっていうののツーウェイキルティングバッグみたいなのと書いてありますがランダミレストミステリーランチフルムーンちょっと聞いたことないですけどじゃあ次ジョン・ガリアノの栄光というので,、えーとですね、ケイト・モスが出てますがドキュメンタリー番組の魅力の一つはファッション界の人間模様であるボーグのアナ・ウィンターや右上のアンドレ・レオン・タリーといった右ギが革新的であだ,けど売れだけど売れなかった 1994年頃のガリアードに救いの手を伸ばす。ナゴム・キャンベル、ケイト・モスといったトップモデルがガリアードのショーのためにギャラなしで出演する。なるほど、大富豪に借りた豪邸で行われたその伝説のショーは、ドキュメンタリーのハイライトであると書いてありますね。いやー、そうなんだね。えー、ああ、これはなんか書いてありますね。制作9月,20 9月20日、新宿ピカデリー。 ニューヒームトラストシネマ有楽町ほかロードショー。ジョン・ガリアの世界愚かな天才デザイナー。2023年あの制作なんで、あれですね。なるほど。以上、今日の朝のニュース、これくらいにしようと思います。どうもありがとうございます。また。